マリオ・マンジュキッチは、ユーゴスラビア・スラボンスキブロド出身の元サッカー選手。元クロアチア代表。ポジションはフォワード。幼少時にドイツで過ごしていた時期があり、シュトットガルト近郊のリツンゲンという街のクラブでサッカーを始めた。その後出身地に戻り、1997年から2003年まで NK マルソニアのユース組織に所属した。2005年夏に、 NK ザグレブに移籍。元クロアチア代表監督であるミロスラブ・ブラジェビッチの指導の下で才能を伸ばし、他の多くのクラブから関心を持たれるようになった。2007年夏、クロアチア内の強豪 NK ディナモザグレブに、エドアルド・ダ・シルバの代役として130万ユーロの移籍金で移籍。移籍初年度は29試合出場で12ゴール、11アシストを記録した反面。 8枚のイエローカードを受けるという記録も残した。2008から09シーズンは28試合に出場し16ゴールを挙げ、クロアチアリーグ得点王に輝いた。シーズン終了後、ドイツのベルダーブレーメンから1200万ユーロの移籍金で獲得のオファーがあったが、ディナモは1500万ユーロを要求し破断に終わった。2009年9月17日の UEFA ヨーロッパリーグ RSC アンデルレヒト戦後試合中の低調なパフォーマンスと以前に行われた UEFA チャンピオンズリーグ予選レッドブルザルツブルク戦でのレッドカードの責任を問われ10万ユーロの罰金という高額な懲罰が課されたこれはクラブ史上初の経済的懲罰だった2010年7月16日ドイツの VFL ボルフスブルクへ移籍 一石金は700万ユーロと報道されている。12得点を挙げた2011から12シーズンと UEFA ユーロ2012でグループリーグで敗退したものの3試合で3得点した活躍が評価されて2012年6月27日2300万ユーロでバイエルミューン編に移籍した。2012から13シーズンはマリオ・ゴメスの控えと思われたものの ゴメスの怪我もあり、スタメンに定着し、ユップハインケスの下でのシーズン3冠に貢献した。2013から14シーズンも、前線の軸として活躍しリーグ戦と、DFB ポカールの2冠に貢献した。しかし、公式戦で次第に、スタメンから外れることが多くなり、DFB ポカールの決勝のメンバーでも外れることを、ジョゼップ・グアルディオラが発表し、 ロベルト・レバンドフスキの獲得もあり、対談が確実視された。後に、本人は、グアルディオラとの確執をほのめかしている。2014年7月、バイエルン・ミューンヘンのスポーツディレクター、マティアス・ザマーがアトレティコ・マドリードとバイエルン及び、マンジュキッチ本人との間に遺跡合意していることを明かした。その後、4年契約でアトレティコに加入することが発表された。 背番号は9番。8月22日のスーペルコパでエスパーニャのレアルマドリード戦で決勝点を決め、公式戦初得点を記録した。2015年6月、ユベントス FC のマッシミリアーノ・アレグリがマンジュキッチ獲得の報道を認め、後にユベントス FC がマンジュキッチ獲得を正式発表した。契約は4年間で遺跡金は1900万ユーロ。背番号は ダビド・トレゼゲが着用し本人が、クロアチア代表でも着用している17番。リーグ戦10ゴールを記録し、リーグ優勝に貢献、コパイタリア、イタリアスーパーカップも制した。2016から17シーズンからは、ゴンサロイグアインの加入もあり、本来のストライカーポジションのほか、中盤の左ウィングとしてもプレーしている。UEFA チャンピオンズリーグ2016から17。 準決勝の AS、モナコ戦セカンドレグでは、ダニーエウアウベスのクロスからヘディングで、先制点を決め、ユベントスのファイナル進出に貢献した。2017年5月25日、ユベントスとの契約を2020年まで延長した。チャンピオンズリーグ決勝のレアルマドリード戦では、同点ゴールを決め、決勝戦において異なるクラブで得点を記録したのは、クリスティアーノ・ロナウドに続いて、 史上二人目の快挙となった。2017から18シーズン、チャンピオンズリーグ準々決勝、レアルマドリードのホームで行われたセカンドレグでは2ゴールの、活躍で1から3での勝利の立役者となるも、ファーストレグで3から0と敗れていたため、準決勝進出はならなかった。2019から20シーズン、マウリツヨサンリ監督が就任した、このシーズンは戦力外となり、 公式戦の出場がなかった。二千十九年十二月二十四日、カタールスターズリーグのアルドゥハイル SC に移籍することが発表された。二千二十年七月五日、半年でアルドファイルを退団した。二千二十一年一月十八日、AC ミランのテクニカルディレクター、パオロ・マルディーニがインタビューにて、マンジュキッチ獲得の経緯を語った。翌日の一月十九日、 AC ミランは公式にマンジュキッチ獲得を発表した。2021年4月27日、AC ミランからの対談を発表。同年9月4日、自身のインスタグラムで現役引退を発表。2007年11月17日のマケドニア共和国代表戦で代表デビュー。2008年9月10日のイングランド代表戦で初ゴールを決めた。 2012年6月10日の UEFA ユーロ2012グループリーグ初戦、アイルランド戦では2得点を挙げ、クロアチアの勝利に貢献した。2013年11月19日の 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選プレイオフのアイスランド戦では、先制点を決めたものの退場処分を受けた。その後、ダリオセルナのゴールでクロアチアは、本大会出場権を獲得したものの、 ブラジルとの開幕戦に出場できなくなった。2016年6月4日のサンマ割のとの親善試合でハットトリックを達成した。2018FIFA ワールドカップロシア大会準決勝のイングランド戦では延長戦後半に決勝ゴールを決め、クロアチア史上初のワールドカップ決勝進出に貢献。決勝ではアントワーヌ・グリーズマンの フリーキックからワールドカップ史上初となる決勝戦でのオンゴールを献上したが、後半にはウーゴロリスのミスを突きゴールを決めた。しかし、フランスに4-2と敗れ、クロアチア史上初のワールドカップ制覇はならなかった。ワールドカップ後の8月14日、クロアチア代表からの引退を表明した。ありがとうございます。